いやー、ちょっとこれはすごい展開ですね。どうも、こんばんは。鬼滅界の淀川長春こと、覆面ぼっちです。すいません。はい、どうも、改めまして、覆面ぼっちです。やっほい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。映画解説者の神と呼ばれている淀川長春さん、僕の世代的にはこうがっつりこうハマってくるネタになってまして、本当にね、感想を語るというよりも本当解説者みたいな感じになって、いやでも本当にこの柱稽古編っていうのは本当によく作り込まれているなっていうところで、まあいろいろこうお話しさせていただいてるんですけれども、はい、今回は第5話「鬼を食ってまで」。このタイトル表記からして、まあそこの話まで持ってくんだろうなっていうのをね、当初まあ思ってましたけれども、兄よりあるのかな、どうかなっていうところもかなり期待してたところなんですけれども、今回の第5話に関しては兄より要素がもうキュキュッとこう濃縮されたような、だからむしろ原作通りにもうほぼほぼ進んでいるっていうところで、もう8割方を占めている。なので皆さんもそうだと思うんですけれども、体感速度っていうのは今までに比べてめちゃめちゃ速かったんじゃないかなと思っております。僕も実際体感3秒ぐらいで終わっちゃったような感じなんですけど、原作のあの話の展開のスムーズさっていうところが、まあ、そのまま今回のアニメに反映されたかのような回だったのではないかなというふうに思っております。もうね、なんか総括みたいな感じになっておりますけれども、ここから第5話を語らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますと。ね、無一郎くんの稽古を終えてから次に向かったのはみつりちゃんのお屋敷、西洋チックな 外観と内装とっていうね、炭治郎くんお久しぶり、おいでませ我が家へっていうね、あそこから もうめちゃめちゃ可愛いんだけど、その稽古に挑むところまでで2ページなんですよ。まあ2ページ枠の中で甘露寺邸のもう中、もう廊下もすっごいもう綺麗、まあ、背景もね、これしっかり描きながらっていうところもやっぱりね、このアニメのいいところじゃないかなというふうに思っているんですけれども、おいでませ我が家へ もう言われたらもう最高やがな。で、炭治郎もね、ご無沙汰してます、お元気そうでよかったってね、思いっきり体曲げながら挨拶してるんですけど、炭治郎も一般大使ではありますけれども、共に戦ってきた旧友みたいなさ、他の一般大使と対峙した時にはおそらくね、あそこまでこうオープンしてくれるような感じっていうのはもしかしたら見せてくれなかったのかなっていうふうに思うと、各々のね、柱の方々と炭治郎に対するこのね、絆の部分っていうところがね、こう挨拶からでもこうね、しっかり感じ取れるところじゃなかったのかなというふうに思っております。3時には紅茶も入れて ごめんなさい、気持ち悪いですか。パンケーキも作るからバターもたっぷり塗ってね。あのね、ここはね、あのセリフの入れ替えとかがあったりとかして、この語呂がいいのか、こうね、つなぎ合わせの部分っていうところがね、セリフでも垣間見れたところじゃないかなと思うんですけど、これがね、またね、炭治郎の手をパスってこう握るところのカットがね、こう入ってる。これはもうまさに兄折の このちょっとのところなんですけど、あれもね、すっげえ羨ましい。片方の手はね、こうやってなりながらね、もう、あ、なんか宮尾進さんみたいな こうやってやりながらね、炭治郎をこう連れていくんですけど、もうすっごい可愛いんだよね、もう天真爛漫な笑顔。紅茶はかろうじてって言うんだけど、原作ではね、バターも紅茶もパンケーキも全部ハテナ表記で表されてる。あ、アニメの方では紅茶はかろうじて知ってるんだ、炭治郎みたいなね。こういうところもね、このコメディチックなところの、まあ一つの付け加えなのかなというふうに思いながら見ておりましたけれどもね。パンパンパンケーキとか言ってね、もうこれ僕もご飯食べるときに、ご飯、ご飯、味噌汁ご飯とか言って食べた方がいいのかなって、あ、ごめんなさいね、あの、ごめん、あの、みつりちゃんのメイドチックなの、エプロン。このね、パンケーキを、まあ、提供して、こう食べ、まあ、食べるって言っても、みつりちゃんがね、もう、あんしてって言うんだよ、もう、ええー、と思いながら見てたんだけど、ああいうところもね、アニオリでね、すごい補填されていて、炭治郎もちょっと頬を絡めながらね、目をつぶって、はって。食べさせてもらうみたいなね。でもね、こういうワンシーンも見せてくれるのは、次に来る、そのイグッティの、もうシッとメラメラのところの、ちょっと着火剤にもなってるのかなというふうに思いながら見てましたね。もうだってもう、傍から見たらもう炭治郎みつりちゃん、なんかちょっともう恋人同士ぐらいのね、距離感みたいなさ。羨ましすぎる。ここでやっぱり、ね、アニメのいいところっていうのは、声優さんが吹き込んでくださるキャラクターの声、あとはいろんな場面で展開される効果音だったりとか、その雰囲気を印象付ける BGM だと思うんですけど、このね、地獄の柔軟、ちゃんとね、BGM が流れるんですよ。それはもちろんのことだと思うんですけど、ただね、その演出がうまいなと思うのは、蓄音機から流れるバレエの音楽っていうね、ここもまたうまいな。そのね、蓄音機の傍らには、うららちゃんがね、
こう目を細めながらね一緒にこういらっしゃるっていうね、この先の展開に行く時にもね、やっぱり春日井ガラスっていうところもとても大切なこう役割を担ってくれているところもあったりするんでね、本当にねワンシーンのところではあるんですけれども、春日井ガラスをアニオリに点在させてくれてるっていうところはなかなかこううまいなっていうふうに思って見ておりましたね。レオタードなんか来てやっぱもうみんな顔赤くなりながらね、こうもじもじしてる中、炭治郎がオスまっすぐな男の子だよねもう全然恥ずかしさのハの字もないっていうね。でもね、一つ一つのみつりちゃんの訓練の様子、手を伸ばして思いっきり飛んで、ちょっと僕何やってんですかくるっと回転、ワンカットワンカット、こうスライドショー的な感じでまあ流れていく。 でもね、まあ、ここもこの話の展開としてはすごい早かったですね。技のキレを上げるために体の柔軟はとっても大事なの、ほぐしてほぐしてほぐしまくりましょうねってみつりちゃんが一声かけてくれるんですけど、これもまあなかった展開なんですけれども、そもそもだからこの地獄の柔軟の稽古って剣術においてどんな効果が得られるのっていうところはちゃんとね、ここの部分でまあみつりちゃんが教えてくれてる、だからこういう訓練があったんだねっていうね。まあかわいい、本当にかわいい行くよズバンってね、あの相手の足を思いっきりもう広げて大使がもうギヤーみたいな、もうめちゃめちゃパワースタイル教え方がね、人の筋肉の8倍ぐらいある、そこの特性っていうところも教え方でもう現れてるんじゃないかなっていうふうに思って見ておりましたけれども、かなりきつそうだったよね。炭治郎くんもやってみようかって、もうみつりちゃんがこうニコって笑いながら見てるんだけど、それを言いながらも大使の足をね自分の足でもう押し付けながらっていうねこの遠近法をうまく使った描き方、もうスカートの部分が気になって僕は仕方がなかったです。でもう炭治郎向けてね、柔軟は地獄とかって言うんですけど、その前のねみつりちゃんのあの満面の笑み、すっごい可愛い。あっという間にここでもうみつりちゃんの地獄の柔軟の稽古終わっちゃうわけですよ。そして次に向かうのは、はい、イグッティでございます。かまど炭治郎、俺はお前を待っていたって言ってね、すごいのはね、外でねもう待ち構えてるっていう第4話からのこの炭治郎に対しての思ってるところ、そしてみつりちゃんのあの炭治郎へのねすごい距離感の近いやり取りを経てのここなんで原作よりもねこのね待ち構えてる要素っていうのがね、もうめちゃめちゃもう伝わった描写じゃなかったのかなというふうに思っておりますね。炭治郎もよろしくお願いしますって、もういつものようにねこうはつらつに言うんですけど、黙れちょっとここはあの引っかかっちゃう言葉なんであまり直接的には言えないんですけどね、ピースぞ知ってらっしゃる方は知ってると思うんですけれども、僕は最初イグッティの印象がすごい悪かったんですけれども、嫉妬というこう人間が本来持ち合わせてるところちゃんと持ってるんだねって、なんか人間味あふれてる方なんでねっていうところが僕は分かって、どんどんねこのイグッティの魅力に引き込まれていったっていう経緯があるんですけれども、もうここでもありありと伝えてくれてる、アンロジからお前の話は聞いた、随分とまあ楽しく稽古をつけてもらったようだな、でまた一つ楽しく稽古なって、その自分の言葉にもう一つねかぶせるかのように付け加えてくれてるんですけど、憎悪に満ちたイグッティっていうのがねすごいもう伝わってくるような描写になっておりますね。カンロジ様からお手紙ですってね、僕と思ってたイグッティがもうその言葉は聞くやいなよ、スッてもう横にね瞬時にスライドしてね、ああいうところの反応ももうすごいそれも待ち望んでたんだねっていうね。みつりちゃんのね、炭治郎くんとっても可愛いのっていうのでもう文通締められるんですけどいやそれ文末にしちゃったらなとか思うんだけど、見てる時でももうねムーってなってるんだけど、それを見た瞬間かまどとか言いながらね、もう背中からこう湧き立つようなこの紫のオーラがこう漂っているみたいな、俺は甘露寺のように甘くないからなって、このね見下ろしのイグッティが見られる。あ、よくここの部分うまくね入れ込んでくれたなっていうところはあるんですけど、アニメ専攻の人たちとかももうここ見てしまえばイグッティみつりちゃん好きなんだよねっていう気難しそうには見えるけど、ある意味すごい分かりやすい方言葉としては結構きついんだけど、やっぱりそこがねもうイグッティのいいところなのかなっていうふうに思ったりしてますね。まあ、大使たちの縛り付けられた、まあ、障害物を避けつつ太刀をこう振っていけっていう。炭治郎もこのくくられてる人たちは何か罪を犯しましたか、弱い罪、覚えない罪、手間を取らせる罪、イラつかせる罪というところだ。大使のポテンシャル低いから、もうそれに対してイグッティがもうめっちゃ歯がゆい気持ちになってるだけじゃんとかって思うんだけど、もうそれも罪なんですこれはねアニオリの補填だと思うんですけど、ここですごいいいなと思ったのは、一度だけ見本を見せてやるっていうんですよね。他の大使たちにはねどういう風な訓練をしてるのかっていうのはちょっと正直描かれてなかったんで、だからちょっとわからないんですけど、炭治郎に対してはちゃんとそういうような言い方で、言葉はないんですけど縄をこうカンカンカンってこう切っていくっていうね、以上だみたいな目で見て覚えろっていうタイプなんだねみたいな、俺が相手をしてやる、
ちゃんとね、こう真正面を見据えて打ってこい。だって俺に向かってこいって言ってるんだもん。これはね、熱い。少し少しのね、言葉がけなんですけど、その中の一つ一つにもちゃんとね、この炭治郎認めてるよっていうところは、うん、現れてるのかなと思う。だからね、こうよくやったな炭治郎、もうここがこうでああでなとかっていうわけじゃない。だからそこはイグッティのやっぱりキャラクター性をうまく掴んだアニメ独自のこのセリフの付け方なのかな。だから本当にもう積み重ね積み重ねみたいなその認めてるところのね、なのかなと思って、でそこからまあ実践稽古にこう入っていく。ここでもね、やっぱりアニメーションのいいところっていうのがふんだんにこう出ておりまして、ザンザンザンと並んでいるこの縛り付けられた大使の間をくぐり抜けて人たちを浴びせるかっていうところを、あれもイグッティの立ち筋のアングルから見た、まあ、カメラワークだと思うんですけど、もうジェットコースターに乗ってるかのような、こう縦に行ったり横に行ったりこうぐるぐる回ったりとかね、でそこからもう炭治郎の溝を散り向けてズバッとこう行くっていうね、あのスピード感もうめちゃめちゃ良かったですね。スルンスルンパスン、ためらうなゴミめそんな言葉もね原作なかったんだけど、人たちの斬撃の凄さだったりとか、まあイグッティのそもそものやっぱりポテンシャルめっちゃ高えなみたいな本当にすごいもんね。今までにない緊張感で手がブルブル震えたって炭治郎が言うんだもん。今までも激戦くぐり抜けてきた中でですよ。ここでまたね、炭治郎のひたむきさっていうところがアニオリで展開されておりまして、みんなに迷惑かけたくないから、もうめっちゃいい子やんその炭治郎の様子を見て、やるか俺たちも、そうだなって言ってね、こう大使たちがね、こう立ち上がっていくんですよね。今までのこの流れもそうなんですけど、一人一人のこの一般大使の方にもちゃんとね、こうフィーチャーしてくれてるっていうね。どうしてもやっぱりこの先の展開のやっぱり大使たちの動きっていうところを考えた上で、うん、こういう風な本当にね、少しのワンシーンなんですけど、ポツ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 ね、こう入れてくれるっていうところは、絶対これはね、フラグを立ててるんだなっていうところ、伏線が張られてるんだなっていうところも、まあ垣間見えるところじゃなかったのかなというふうに思っております。で、4日目になってイグッティのね、この羽織をねスパンと切った段階でもう終わりだって言うんですけど、ここら辺のちょっとやり取りを見てて、どうしてもね、やっぱり最終局面での2人の言葉がけだったりとかやり取りっていうところをちょっとね、僕はフラッシュバックするかのような感じで、うん、この長いシーンを見ておりました。このねワンシーンがどこかのタイミングでこう振り返ってくれたりするのかなとか、うん、個人的にはすごいちょっと熱いところでしたね。ありがとうございましたって、もう炭治郎もね礼儀正しく言うんだけどね。じゃあな、さっさと、ね、ゴミかす、慣れ慣れしく甘露寺と喋るな最初から最後までもう嫉妬メラメラなんて僕だって本当にもう嫉妬したりとか妬んだりとかっていう気持ちはあるんですよ。だからね、誰しもが思うね、その部分をなんかイグッティがこうアニメーションとしてね、こう担ってくれてる、もう一人でそこを担ってくれてるって思うと、ある意味こう僕たちにも共感できるところでもあったりするのかなと思うし、やっぱりみつりちゃん大好きなんだよねっていうところがすごいよくわかるから、口下手なんです、とにかくイグッティは僕と同じようにこれからね、先見え方がこう変わってくれる方がいたら嬉しいなと思って見ておりました。もう本当にだから素直だからネチネチしてるけどね。で、次はね、サネミの道場へ向かう炭治郎、もう涙浮かべながらね、ズバーンってこう出てくる善逸、久々に見たような気がするんですけど、なんかね、善逸が来た時の安心感そこからね、ブワッ、善逸の頭をこう掴みながら、マガマガしいオーラを放ったサネミが登場してくるわけですけど、選べ、訓練に戻るか俺に戻れるか。もうね、善逸の安定感たるやヤモリのようにね、これ音を立てずに逃げ回るっていうね。あそこもだからね、サネミの稽古もうめっちゃ厳しいよっていうところの前振りにもしっかりなってるのでね、もうとにかくいいキャラだよね。調子乗んなよ、俺はてめえを認めてねえからな。あの歯を食いしばりながらね、こっちを振り返ってるサネミなんかを見てても、とは言いつつもっていうところはね、あるんじゃないかなっていうふうには僕は思ってるんですけどね。もう炭治郎もでもすごいよ間髪入れずに、全然大丈夫です、俺もあなたを認めてないので、禰豆子刺したんで、一触即発みたいなね、物足りないっていう割にはもうバシバシに稽古つけてるっていうね。この辺からもね、そうなんですけど、やっぱり炭治郎のその心の声っていうところが、やっぱりこう節々でこう現れてくる、稽古ごとをダイレクトでこうね表してくれるのかなと思ってたんですけど、結構ここもね巻きのような感じで早い展開で繰り広げられてましたね。ちなみにね、サネミは休憩なしなんですけど、イグッティはちゃんと休憩を入れてくれてたそこ良くない？まあそこの描写なかったんですけど、炭治郎もね、品津川さんは特に俺への当たりが強くとか言って、サネミのアップ絵がバーンって出るんですけど、もう炭治郎ボコボコになってる廊下を歩いていく炭治郎の元に聞こえてきたのは、待ってくれよ兄貴っていうね、玄弥の声なんですよね。ここでね、すっごい細かいなと思ったのは、そこのねところに出くわす炭治郎、ひょこって出てくるところ、
って匂いを嗅いでるんですよ。そう、これもね、原作でも本当にちっちゃなねところにこう描かれてるんですけど、アニメでもそこの部分をちゃんと描写、してくれていて、これがね何の匂いを嗅いでたのかなっていうところもねちゃんと分かってくる。玄弥がね、話したいことがあるんだ。しつけんだよ、俺には弟なんていねえ、いい加減にしねえとぶちんすぞね、振り返ってこう玄弥を睨みつけるっていうね、これもまあ額面上で受け取るとかなりインパクトある言葉ね、本当は兄弟なのにっていうところもあるんですけど、それを聞いた時の玄弥のね、もう目線もこう反らしちゃうみたいなね、この表情っていうところがなんともこういたたまれない気持ちになるんですけれども、ここでねやっぱり品津川兄弟の不器用ながらも思いのトロっていうところが出てくるわけですけれども、何の才覚もねえから鬼殺隊やめろ、呼吸も使えないようなやつが剣士を名乗ってんじゃねえ、節目がちになったねこの玄弥の表情っていうところはすごいね、やっぱりこの兄弟感っていうところもしっかり表れてますし、やっぱりね子供な部分っていうところも、よく表れてるなと思いながらこう見ておりましたけれども、だ結構年離れてますからね、もう21歳の兄貴に言われたらその言葉の重みは結構大きいよなとかね。でね、玄弥もね、待ってくれよ兄貴、ずっと俺は兄貴に謝りたくて、もうやばくない、もうめっちゃええ子やん、俺鬼を食ってまで戦ってきたんだぜ、俺は俺なりに頑張ったんだよ兄ちゃんっていうね、ここがねもう切ないというかね、タネミの逆鱗に触れるわけですけど、なんだと、今なんつった、てめえ鬼をって言った時にすんごい BGM がねダーラーって流れるっていうね、サネミの怒りの部分ですね、まあ、ここがよく現れたような描写になっていて、食っただとって言ってからサネミがファッて消えてね、目つぶしにかかる。アニメのみをねこうご覧になっている方たちとかは表面上でこう捉えたりすると、なんでこんなに思いが伝わらないのかな、やめさせようとするの、あんなに頑張ってる玄弥をってなるんですけど、ネタバレになるから言えないけど、イグッティと同じでね、本当にね素直なんですよ、ある意味、ある意味素直で、玄弥にはそこまでもうやってほしくはないんですよ。まあ伝え方っていうところがどうしてもね強めに出ちゃう、2人はねすごいね純粋な思いなんですよ、だけどまあ言葉のねせいでこの掛け違いが起きちゃってるっていうところがすごくねもう現れた描写になっていて、サネミの気持ちも玄弥の気持ちもすごいわかる、僕たちからするとやっぱりね言葉って大事だなって、ニュアンスって大事だなっていうのも思いますし、やっぱりこの品津川兄弟っていうねところも炭治郎たちのねこの兄弟感と思いに関してはねすごい共通する部分があったりとかもしますのでね、仮にこういろんな展望を迎えたとしても2人の思い合ってきたところっていうのは、このシーンはね忘れないでこう見てほしいなっていうふうに思っております。今すぐ鬼殺隊を辞めるなら許してやる、ここでまたね鬼殺隊を辞めるっていうこのワードを提示してる、同じことをねやっぱりこう何回も言うっていうところはね、そこの奥に隠されたところはっていうところもうまくねこう印象づけるものになってたりとか、この時はすごい必死なんだよサネミも、そうだからねそこもねよく現れてるからね、まあ、あんなに怒りながらもだけどね、玄弥がいなきゃ上限に勝てなかった、それを聞いた玄弥は目を見開いてちっちゃなね眼球をねキル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 ってねこう動かしてるんですよね、それぞれのねこの溝の部分っていうところをいろんなところで埋めてきた炭治郎ですけれども、このね品津川兄弟に関してはやっぱりそこの溝の部分っていうのは炭治郎でさえも埋めれなかった、ただ直面している玄弥にはドストレートにすごい優しい子だからそう受け止めることができたっていうところは、このね2人の、なんかすごいねこう絆が深まったというかねところにもねこう感じられたりとか、あれお前の兄貴かよ、完全に異常者じゃん、気の毒にいて玄弥の手を引きながら走ってくんだけど、俺の兄貴を侮辱すんなってのを全然思いっきり殴るっていうね、そこでもやっぱり玄弥のね素直なこのサネミへのね兄に対しての思いっていうところもちゃんと出てる俺味方なのにって全然言ってるんだけど、玄弥がね外でこう素振りをしながらで後ろでねこうサネミが通り過ぎていくっていうね、でこう玄弥をねふってこう通り過ぎていくこうサネミをねこう見ながら、玄弥がねいることには気づいてるとは思うんですけど、あのね横顔から見られるサネミの表情っていうのは直面した時のねこの顔もすごい形相なんですけど、あそこの落差の部分っていうところは一人で考えている玄弥に対してのなんで俺の言ってることがこう伝わらないんだろうかっていうような感じの横顔にも見えたりとかね、行明さんがこう待ち構えている筋肉強化訓練っていうねところに行くところで、第5話が終わるわけでございます。はい、ということでね今回の第5話、鬼を食ってまで、なかなかね今回ちょっとアニオリ要素が少なかったりとかも
ありまして、表面的なこの感想がかなり多かったかなと思うんですけれども、ただね、全体で通して見た時には、まあ、オバミツというか、まあ、イグッティの人間像、品津川兄弟っていうところもあるんですけど、サネミっていうところにもちょっとねフィーチャーして考えてみたりすると、サネミイグッティってこれからどうなっていくの、まあもちろんそこは原作通りに行き着くわけですけれども、うん、なんかそこの期待値を高めた上での第5話っていう持ってき方はすごくねこう面白いというか、理にかなったものになってるんじゃないかなというふうに思っております。もちろんねこのねアニメの、見方っていうところはね人それぞれでこう自由なのかなと思って僕は感想を語らせていただいておりますけれども、やっぱりね原作をしている人たちとかは今までのねアニオリ要素だったりとか伏線をねうまくこう辿っていきながらそこに挑んでいくまでのね過程っていうところをやっぱりしかとねこう目に焼き付けて見ていくっていうところもあると思うんですけど、アニメをねしっかり追ってきてくれる人はやっぱり今までずっとねこう鬼との戦いをねこう見てきた中でちょっとねこう非日常的な感じのオフ的な要素をこう見られることができたりとか、もっとねこうキャラクターたちに深掘りしていくというかね、このキャラクター性にこう惹かれる部分もあったりとかで、これから先どういう展開になっていくんだろうかっていう、これやっぱりね楽しみもちゃんと提供してくださってる、どっちの方たちにおいてもうまくね制作してくれてるんだなというふうにね、こう作り方というか持ってき方でちょっとそういうふうなことを感じたわけでございますけれども、次回第6話鬼殺隊最強っていうね、ね楽しみにしながら見ていきたいなと思っております。何分動画にねこうなるかはまたわからないですけれどもね、第6回がまたねこれあるのかどうか本当に綱渡り状態でやっておりますんでね、皆さんも逆にね僕の動画でハラハラドキドキしながら見ていただけたらと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。あ、ごめんなさい。すいません、淀川長春さんで締めさせていただきました。バイバイ。